今回は様々な設定を組み込んだリグを階層ごと鏡面コピーする方法について解説します。このサンプルシーン、こちらには左足側のリグが組み込まれています。インバースキネマティクスとアップベクトル、情報ベクトルが組み込まれていますので、例えばこのゴールアイテムを動かしてみたり、回転させてみたり、 また、このアップベクトル用のアイテムを動かしてみると、膝の位置というのを細かく調整できるようになっています。このリグの組み方については、日本語解説ビデオ、フルボディー IK に対する情報ベクトル、アップベクターの適用方法で詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。この リグ全体を鏡面コピーして、右側にも同じようにリグを作りたいとします。アイテムリストで見てみると、このルート、こちらの中にゴールアイテムも含めて全てのアイテムが揃えられてありますので、このルートを階層ごと鏡面コピーを行えば良さそうです。階層ごと鏡面コピーを行うには、このセットアップツールバーの セットアップタブ。この下の方にある鏡面のカテゴリーですね。この中にあるメニューを使います。鏡面カテゴリーの中にある、この上の3つのアイコン。これが XYZ 軸に対して階層ごと鏡面コピーを行い、この下の3つ。これは単純な鏡面コピーとなっています。 今回の場合、X 軸に対して、階層ごと鏡面コピーを行いたいので、まずは、セットアップモードに入って、このルートのアイテムですね。このルートのアイテムを選択した状態で、X 軸に鏡面コピー、これを行ってみます。この上の方の一番左側にあるアイコンですね。こちらをクリックします。そうすると、階層ごと、 コピーはされているんですがリグを見てみるとですねちょっとおかしな具合になっているかと思いますこの鏡面コピーっていうのは階層の下にあるすべてのアイテムに対して鏡面コピーを行ってくれるんですけれどもモディファイアとかゴールアイテム情報ベクトルの設定などは行ってくれません ですので、それらに関する設定が外れてしまっていますので、このリグがおかしな感じになってしまっています。ですので、外れてしまっている設定というのを修正していきましょう。まずはゴールアイテムを設定し直します。ゴールアイテムを設定したいスケルトン。こちらですね。こちらのスケルトンを選択し、コピーされた右足用のゴールアイテム。 こちらですね。こちらを選択したら、インバースキネマティクスのタブにあるゴール割り当てですね。こちらをクリックしてみます。これで正しくゴールアイテムの方が設定されました。あとは情報ベクトル、アップベクトルの再設定です。このリグに関して言うと、 ゴールアイテムを回転すると足の階層全体が回転するように足のリグの一番上にロケーターが組まれていますこの鏡面コピーされたところで言うとこのロケーター4というところですねこの黄色いロケーターこれが組み込まれていますのでこのロケーターがゴールアイテムを向くようにこの上の黄色いロケーターを選択したらゴールアイテムを選択し コンストレイントのタブから方向コンストレイント、こちらを設定します。この状態で膝の前側にあるアップベクトルを設定するこちらのロケーター、緑のロケーターですね。こちらを選択して、下側にある情報ベクトルを割り当て、こちらのボタンをクリックします。これで外れていた設定というのをすべて再設定することができました。 セットアップモードを抜けて、こちらの右足の方のリグを確認してみます。ゴールアイテム。これでアップベクトルも動き、回転すると足全体が動き、さらにこの情報ベクトルのアイテムで膝の位置を調節と。こういった 左足のリグに設定されていたものがすべて鏡面コピーされたのがわかるかと思います。このようにして階層内にあるアイテムをすべてコピーし、ミラーリングはしてくれるんですが、モディファイヤーなどの設定については解除されてしまうので、それらの設定だけは後から再割り当てを行うということを覚えておいてください。